見てください、これボロボロですわ。これなんかシーバスみたいですね。擦れたシーバスみたいです。やられました。これね、1200の水槽なんですけども、40センチあります。バラマンディね、むっちゃ狭い。意外とおとなしいやね。狭いとこでごめんなさいね。もう入れるとこが君ないんですよ。アロワナと入れたらあかんしね、道場の。ちょっとここでゆっくりね、治療してください。ちょっとエルバージュ入れた方がいいかな。ちょっと怖いな。他の魚にね、あんまり薬が良くなりそうなんで、ちょっとこれで様子見たいと思います。こっち側はまだいいんですけどね、ボロボロでしょ。やられました、ピラルクが暴れ出しました。とうとうピラルクおとなしいのにね、いきなりスイッチ入るんやね、魚って。細っ。いい魚やね、かっこいいですね。1200水槽ではこんな感じになります。ちょっと混んでますけどね。はい、ちょっと治療のために隔離しましたという話でした。ピラルクがこんなことするとはね。はい、以上です。犯人はこいつです。むっちゃおとなしいピラルクやのにね、なんで急にこういうことが起きるんでしょうか。ということで今マルリオイデスと2匹になりました。2匹になるとやっぱ寂しいですね。相変わらずね、合わせガラスにしてるんで、即席のここにたまります。ここにプレコ入られへんので、間にプレコは一生懸命掃除してるんですけどね。面白いですね、この下の水槽はもうめっちゃ苔やったんですよ、全面苔。家からプレコ連れてきたら1日でこんだけ綺麗になりました。こいつは1個も掃除してません。谷志くんは、はい、すごいねプレコって。全部ここは入られへんかったみたいですけど、この辺だけ。これもちょっとずらしたら全部掃除してくれると思います。私が掃除するより綺麗にプレコは掃除してくれます。まあプレコの話しちゃうんやけどね。もうほんまにこれ昨日ね、バラマンディ出すときにちょっと暴れました。やっぱりね、暴れた時の、まあ、飛び出しませんかったけどね、暴れた時の、力って半端なかったですよ。一個だけ鱗剥がれてますからね。いやー大丈夫かな。はい、1月でね、ちょうどもうちょっとで1年になります。1年で20センチ弱のね、ピラルクが、まあまあまだ70センチないですね。70センチかな。まあ出してみたらもっと大きいんかなと思うんだけど、見た感じ70センチぐらいですね。はい、ちょっとよそのピラルクより細いですね。これで抑えてますからね、これ破壊将軍ですよ。もうちょっとね、太いやつに変えます。突っ張りボール、ややこしいんですよこれ。合わせガラスにしてるからほんま掃除するときね、一回剥がして中をガーッと掃除して、でまた貼り合わせるんやけど、もう最初からね、30ミリぐらいのやつに注文したかったですわ。アクリル板が10ミリないと思います、これもともとね、例の FRP 水槽絶対8ミリぐらいですこれ。ほんで5ミリのね、アクリル板を上から裏から貼ってます。はい、それでもやっぱり13ミリぐらいですもんね、危ないですね。まあ1年間は、変えましたということですね。やばいですね、やっぱり1メーターぐらいになるかもしれんな。はい、そういうことでピラルクがね大暴れしたという話でした。大暴れというか、バラマンディをね、攻撃したという、ちょっと悪者に変わりました今日から。こいつ白水槽に入れたな。ということです。皆さん今年もありがとうございました。まあピラルクは無事に1年を迎え入れそうです。1月の8日か10日かに勝ったんでね、なんとか生きております。
恐ろしいです。もうちょっと大きくなったらね、このジャイアンも中に入れれそうなんですよね。一緒に入れたいなと思います。電気代の問題で2個あったらヒーターがね大きくなるんで、上だけでいいんですけどね。皆さんありがとうございました。